で楽しんでてね。チョコレートケーキ。毎朝5時半の目覚ましのベル、誰よりも早く階段を駆け下りた。裸足のまんまで玄関を飛び出して待ってた。新聞屋のおじさん、ねえ母さん今日は入ってるかな。ねえ母さん今日こそは入ってるかな。やっと手にしたおもちゃ屋の広告は、色とりどりの夢で心踊った。ねえ父さん、このプラモデルかっこよくない？ねえ兄ちゃん、これは僕が先に選んだものだから真似するなよ。妹はこれがいいんじゃないかな。毎晩毎晩毎晩眠るまで心踊った。その日は珍しく親父が早く帰ってきて、久々に家族揃っての夕食だった。母ちゃんの手作りのチョコレートケーキを囲んで、親父がふと言った。あっちの部屋で今物音がしたぞ。僕と兄貴と妹は一目散に駆け出した。奥の部屋のドアをそっと開けると、大中小の3つ並んだクリスマスプレゼント。親父は家を出た。寝込む母ちゃん、早く元気になってほしくて、あったかいコーンスープを枕元に持っていくと、母ちゃんは僕の目を見て泣いてた。なってね。それでも毎年のように作ってくれたチョコレートケーキ、あれからどれくらい時が経っただろう。今はそれぞれ別々の暮らしをしてるけど、あの頃とても幸せだったよな。あの頃とても幸せだったよな。
ても楽しかったよな。そんなクリスマスが今年もやってくる。親父、あんたが今どこで何をしてるのかなんてわからないけど、今夜くらいは言わせてくれ。ありがとう。メリークリスマス兄貴。今年はお前もサンタクロスになるんだな。俺たちの時みたいにうまくやれよ。メリークリスマス妹よ。今年はお前にもサンタクロスがやってくる。大丈夫。メリークリスマス。